はい、では新会話を見ていこうと思います。じゃあまずは主人公とホルストさんからいこうかな。お、ホルストさん、もしかしてこれから訓練？ああ、そのつもりだが。ちょうどよかったわ。私も一緒にやらせてくれない？それはもちろん構わないが、ごく普通の基礎訓練をするだけだぞ。せっかくの機会だし、少しだけでも私と手合わせしてくれると嬉しいんだけど。あなたの噂は昔から耳にしてたのよね。レスター随一の武勇の持ち主って。だからあなたの強さの一端でも学び取らせてくれないかしら。手合わせか。それが君にとって学びになるかどうか、いささか疑問だな。え、どうして？味方同士の手合わせで本気は出せない。相手を殺すわけにはいかないからな。まだ死にたくはないけど、大怪我くらいは覚悟の上よ。あなたの本気見せてほしい。本気を出せば大怪我では済まないから言っている。君の実力は承知しているよ。手加減などすれば私の方が危うい。どうしてもホルストさんの本気は見せてもらえないってこと？そうだな。どうしても私の本気を見たいなら手段は一つだけだ。ヒルダに手を出す。敵勢力に寝返る。え、じゃあちょっとこう、なんか上の選択肢めっちゃ卑怯だけど、ちょっとこっちにしてみようか。ヒルダに手を出すとか。君がヒルダに？そんなことで本気で殺すはずがないだろう。そんなことでな。ちょめっちゃ怒ってますよ。私が言っているのはそういうことではない。敵として戦場で対峙する。君に本気を出すとすればそれのみだ。そもそも実戦以上に学べる場所などありはしない。私自身座学や訓練で身につけてきたものより、実戦を重ね何度も死地をくぐり抜けて得得したものの方が多いのは間違いない。さあ君はどうする？敵勢力に寝返り、私を相手に死闘を繰り広げてみるか？保留する、否定する。やめておくわ。今はこの軍を裏切りたくはないしね、うん、ほう、若いのに冷静だな。もっとがむしゃらに向かってくるかと思ったが。とりあえず今日のところは味方としての訓練で満足しとくわよ。いいだろう。共にいい汗を流すとしよう。さあ、あ、B も見れるね。見ますか。いや、今日はこれから何か予定はあるか？あ、デートなさそうかしら。いえ、特には珍しく時間が空いたから訓練でもしようと思ってたけど。それは好都合だ。ん？訓練よりよほど役に立つ要件がある。付き合ってくれるだろうな？あなたがそう言うんなら付き合うわ。そう言うと思ったよ。さあ、出かけよう。ホルストさん、ここって…し、声が大きい。どこに見張りの兵が潜んでいるかわからないぞ。ってことは、やっぱり敵地よね。あそこに敵の陣地があるのが見えるか？数日前まではなかったものだ。ここからだとまだよく見えないが、そこまで大規模ではないようだな。これって、つまり偵察任務よね。なんでまたホルストさん自ら？敵がどこまで進出しているのか確かめておきたかったのだ。しかし近頃は敵の警戒が厳しくなってな。石膏を放っても戻らないことが多い。となれば、うん、私が自分で見に来た方が手っ取り早いだろう。だからって公爵家の当主が偵察任務に出るなんて聞いたことが。手っ取り早い上に大切な部下を失う危険も回避でき、さらには私自身実地での経験を積むことができる。まさに一石三鳥。訓練よりもよほどいい。心の準備もなく連れてこられた私の危険は回避されてない気が。君の実力は知っている。簡単には死ぬまい。それよりもこの経験を大事にすることだ。たかが偵察任務と侮るなかれ、
訓練よりも得るものは多いはずだぞ。それでこの後はもっと敵陣に近づくのよね。ああ、なんなら私たちで軽く一戦交えて敵の戦力を測ってみるのも悪くない。それならホルストさんの戦いを間近で見る好機ってことね。わかった、付き合うわ。よろしい、いざ進まん。おい、怪しい奴がいるぞ。見つかったならば仕方あるまい。我が名はホルスト・ジギスバルト・ゴネリル。腕に覚えのある者はかかってこい。わざわざ敵に名乗るの？偵察任務に戻せないんじゃ。次は、どうしようかな。クロード見ていくか。主人公最後にして、じゃあクロードと、これあれか、シーン A が解放されてる子がいるのか。じゃあヒダちゃんのシーン A 見るか。ねえクロードくん、どうしたヒルダ。最近会議続きよね。しかも長引く会議ばっかり。飽きたか。確かに俺も少し疲れたかな。けどレスター諸侯同盟は姿を変え、レスター連邦国になったんだ。やり方を全て変えるってわけじゃないが、会議で決めておかなきゃいけないことも今は多くなっちまうってのはわかるだろ。うん、もう十分に分かってるわよ。円卓会議より大変かも。まさかあのクロード君が国王なんかになるなんて思ってもみなかったから、なんていうか不思議よね。みんなにいろいろ言われたからな。その中で出した結論がこれだった。今の乱世に円卓会議じゃ対応できない、強烈な指導者が必要だと思ったんだよ。言いたいことはわかるけど、そもそもレスターに国王がいるって感覚が不思議というか、ムズムズしそうっていうか。気持ちはわかる。だが俺は王としてやるべきことをやるだけさ。ねえクロード君、これがあなたのやりたいことだったの？レスターの王にクロード君はなりたかったの？クロード君ってもっと自由に振る舞って、それこそ誰かに王様のチームを押し付けて自分のやりたいことを好きにやりきっちゃうような、そんな人に見えてたの、うん、今のクロード君は立場や責任にがんじがらめにされて見えちゃう。トップに立つってこういうことなのか。俺は王になりたかったよ、それは確かなんだ。ほう、でもお前にはそう見えちまうか。クロードずっと言ってた野望って王になること、ね、クロード君は一人じゃない、私たちがいるじゃない。なのに一人で王様になって、私たちって足手まといかな。ちょっと寂しいよね。そんなことあるわけないだろ。俺が王になると決めたのはお前らがいたからだ。お前らなら俺を支えてくれる、そう思ってこの場所に立ったんだよ。そう思ってるならもっと頼ってほしいんですけど。そうだそうだ、こう見えて私結構頼りがいのある性格してるのよ。わかった、もっと頼らせてもらうよ。俺としては頼っていたつもりだったが、きっと足りなかった。全然足りないわよ。頼り上手のヒルダちゃんを見習って。ああ見習わせてもらおう。それに関しちゃヒルダの右に出る者はいないからな。ヒルダちゃんの発言に端々で仲間愛を感じてすごくいいと思います。あれ、ローレンツは A か。あれ、見てない B の子とかはいるかな。なんか、じゃあローレンツ見るか。クロード、我々レスターの諸侯は帝国と協調していくことになったわけだが、我がグロスタール家は以前から帝国との友好関係を重視してきた。ああ、お前の親父さんは新帝国派の旗頭だったからな。うん、まあそれも君の腹黒い策によって一度は完全に途切れたわけだが。おいおい、まだそれを言うのか。潔く謝罪しただろうが。事実を言ったまでだ、別に責めてなどいないさ。僕が言いたいのは、当家には先見の明があり君はその後追いをしているということだ。
まあ強引な理屈に聞こえるが、そう見ることもできなくもない。とするならば、レスター連邦国の王位にふさわしいのはリーガン家ではなくグロスター家であるという意見が出るのも疑いようのない事実。野心が強いね。いや、そこはお前の願望であって事実じゃないだろ。誤解するな。僕は君が国王となったことに異論があるわけではない、今のところはな。だが君の王位は円卓会議の合議によって定められた、いわば選ばれし王だ。そうですね、言い換えるならば臨時の王。臨時の王。この先リーガン家の世襲が訳された地位ではない。次の王として名が上がるのは当然ローレンツ・ヘルマン・グロスタールだ。君が失策をしでかそうものならすぐにでもこの僕を王座に、という声が方々から。いやいや、また願望が入ってるっての。だが世襲じゃない王ってのは面白いかもしれないな。そうだろう。この発想こそが僕が王にふさわしいという証であり。だがまた円卓会議で決めるってのはうんざりだ。そうだね。同盟の頃に戻っちまう。ほう、ならばどう決めようというの。反乱を起こすしかない。例えばそうだ、ああ平民たち選挙、領内の平民たちに選んでもらったらどうだ。彼らは自分を一番守ってくれそうなやつを次の王に選ぶはずだ。明暗じゃないか。それはさすがに荒唐無稽な話だと思うが、本気で言っているのか。まあそのやり方なら領民からの信頼厚いグロスタール家が圧倒的有利なわけだが。それは願望じゃなく真実かもな。だが王を選ぶのはレスター全土の平民だぞ。問題ない。当家の前世はフォドラ全土にあまねく知られているはずだ。いや、その話は今はいい。僕が君に伝えたかったのはそんなことじゃない。この連邦国の王位は未だ不安定だ。心してかかれ。出ないとすぐに崩壊するぞ。確かにな。隣の王国や帝国のように主の加護を得て建国されたわけでもない、人の意志のみによって作られた脆い王だ。お前の言う通り、心してかかるよ。ありがとう。お前がそばにいる限り俺は自分を見失わずに済みそうだ。勘違いしないでくれたまえよ。僕はただこの国が失望で覆われてほしくないだけだ。あ、これからも遠慮なく俺に文句を言いに来てくれ。頼んだぞ、ローレンツ。あ、なに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 、このイラスト、はは、ちょっと待って、試編会話でさ、こんな一枚出たら初めてじゃん、無双で。みんなの分つけてくれよ。マジで、ちょ、いきなりびっくりしたわ。はい、それでは、やっていきましょう、メインストーリー。煉獄の谷アリルですね。煉獄の谷で帝国とセールス騎士団が遭遇、思わぬ激戦を前に一行は決断を迫られるということをやっていきます。交流回数はもう残ってるけどいいや、やっちゃえやっちゃえ。分岐がね、また近づいてまいりましたね。見たところ帝国軍の方が少し押されているようだな。帝国側の将ランドルフは、あ、ランドルフさん出てくる。ベルグリーズ博の演者でね、それなりの武人のはずだが、教団側の将は雷帝のカトリーヌ。カトリーヌさん、はい。ちょっと相手が悪かったかね。とはいえすぐに勝負はつきそうにない。俺たちは焦らずに動こう。焦らずにって言っても、早いとこ帝国軍を助けてやらないとまずいでしょ。それはそうだが、無策で火星に入れば俺たちも雷帝の餌食だ。確実に仕留められるっていう気を見計らって奇襲をかける。さあ準備に入るぞ。あの顔、またクロードは一人で何か企んでいるんじゃないのかな。どうかしら、私にはまだ彼が考えていることが見えないのね。いや、分からんよね。
お、よし、じゃあ聖教会軍の殲滅。あ、おお、コニーとハッピーが来るぞ。自分の移動速度上、なんだそれ、やば。え、あ、あ無理か。あ、でもこの二人は説得しない手はないからな。じゃあ治療部隊にしとくか。はい、じゃあちょっと準備をしてこようと思います。はい、じゃあやっていこうと思います。一応バルタザール連れていこうとは思いますけれども。さて、帝国軍が壊滅する前に俺たちも動くとしよう。はい、さあ奇襲をかけるぞ。あれはどこの軍だ。まさかこっちを狙っているのか。え、アサシンらを撃破し帝国兵たちを救援せよ。そう、副官どうしようかな。副官、じゃあバルタザールにする。てかリーハルトにしちゃった。あ、そっか、バルタザール操作キャラじゃないんだ。じゃあ私の推しにしよう。フィールダちゃん、ランドオフ加勢のため砦や進軍家臣なんだ と連邦国軍が救援に来てくれたのか。これでランドルフ様の加勢に迎えるぞ。あ、そっかそっかそっか、迷惑結んでるから味方なんだよランドルフさん。そうだそうだ、ランドルフさん、うーす。連邦国軍が我らの救援に。ありがたい、これで後方は憂いを立てるな。安心しろ、守ってやる。任せな、必ず持ちこたえてみせるよ。あ、ジュディットさんも行くぞ。セイロス騎士団が誇る雷帝を相手に確実に勝つには、やっぱり帝国軍は。クロード君どうかしたの。ああ、いや、なんでもないさ。え、お前もしかしてあの帝国でやったあの裏切りルートに行くんじゃなかろうな。ちょっと怖いんですが、クロード。あ、ナイスナイスナイス。ランドルフ、力の差は分かってるだろ。私には勝てやしない、諦めな。徐々に火星が集まりつつある。これならば勝機をつかめるかもしれない。勝てるぞ、勝つぞ。よし、じゃあ次やりましたね。これで帝国軍も盛り返せるんじゃないでしょうか。ランドルフの火星に向かった帝国の将が砦に集結するまで俺たちは現状維持だ。え、帝国兵の砦集結まで待機せよ。みんな準備はいいな。急ぎランドルフ様の火星に向かうぞ。ランドルフに火星開始。中央の帝国軍が盛り返してきたから、このままじゃ形勢を覆されかねない。よし、主力は私と共に中央をつく。遊撃隊は迅速に敵の背後を狙え。行くよ。開門しましたね。雷帝が動いた。よし、その間に俺たちは敵砦での制圧にかかるぞ。はーい。え、砦を制圧し聖教会軍を包囲せよ。まあ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 、みんなじゃああっち行ってもらうか。はい、あ、ちょっと待って、え、あ、よかった、あ、よかった、回復回復。ランドルフを撃てば帝国軍は終わりだ。車で進めるよ。敵の伝令兵か、行かせないよ。伝令兵出た。はい、誰か近く、あ、インハルト。面倒なことはしたくないんだけど。やってくれるか。僕に任せておきなよ。噂には聞いていたが、カトリーヌの強さがこれほどとは。あー、やばい、苦戦してんじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。クロード、いいのか。中央の帝国軍は苦戦しているようだ。ああ、想定内だ。え、いいの？今は急ぎ砦の制圧を進めてくれ。あの様子じゃ、ディスの帝国軍は。ねえ。私たちは救援に向かわなくていいの？え、エーデルゴルトブチギレしそうなんだけど。何をしている？こちらに来てくれるものと思ったが。ちょっと待って。え？クロード何考えてんの？ねえ、クロード君、そろそろ帝国軍を助けてあげないと手遅れになりそうだよ。俺がやるよ。だが砦の制圧を優先したいんだ。したよ。みんなにもそう伝えてくれ。助けに行くよ。オッケー。開けて開けて。ちょっ
観念するんだね。うおら、ここで俺は終わるのか。は？おい、クロード、お前と。高位完成後に救出できればと思っていたが、やっぱり間に合わなかったか。カトリーヌ様。わざとらしいな。完全に包囲されている模様です。あいつら、味方を見殺しにして包囲を。見下げたいのつれ。意地でも生き残れ。あ、コニーとハピが来る。急ぎカトリーヌ殿の救援に向かいますわよ。おお、今度はこういう立場で味方になってるのね、この二人。カティさん、包囲されちゃったの。困ったし。かわいい。ハピちゃんもかわいいよね。コンサンセを撃破せよ。はい。あ、みんな行ってる。早えな。よし、片付けに行くわ。次はハピね。せめて誰かを説得して投降させられればこの戦いの犠牲を減らせるのですが。あいつ騎士団じゃねえだろ。話せば降参してくれねえかな。じゃあハピはちょっと待とう。誰一人逃がすわけにはいかない。教団の兵力をここでそげるだけそぐんだ。すべての取り出せよ、はい。逃がすな。この場にいる教団の兵力は残らず殲滅するんだ。戦場からの逃走を図る教団兵らを殲滅せよ。じゃあ私が行ってくるから。あれ、あれ、コニーはもうあれかな、説得したのかな。じゃあカプちゃんやってくれる。よし。おっと。思って、どうしよう、私ここに飛ぶか。よし。お前セイロス騎士団のものじゃないだろう。見たところどこぞの貴族の御令嬢だな。悪いようにはしない。俺たちにくだらないか。そうですわね。私には這いずってでも生きて叶えねばならない夢がありますの。コンサンテの説得を OK。 逃がしてくんない。鼻息つかない。魔物出ちゃうかな。 OK。 巨大兵撃破終わり。ねえ、もうやめよう。あなたまでここで死ぬ理由なんて本当にあるの？確かに理由はないけどさ。まあ負けちゃった以上従うよ。あ、なんかバルダザールとの会話ありそうで見たかったけど。カトリーヌ様がなんてざまだ。みんなが強すぎてあっという間に倒しちゃったやつやな。来るしかないだろうね。よし、来たー。ね、カトリーヌさんを撃破ね。シャミアさん一応連れてきたんだけどな。みんなちょっとこの辺、はい、お願いします。帝国軍の犠牲を踏み台にして勝つだ。このような戦い方が許される。本当だよ、これ切れていいぞ。ローレンズ、味方を犠牲に。なんでクロードこんな、あなたはそんな人だったの？こんなキャラなの？なんか、正直なんか、あの宮長3人の中一番ちょっと嫌悪感抱くんだけど、こういう行いされたら。まあ行くか。ちょ、なんか話いろいろ聞きたいけどな。カトリーヌさん、ここで殺すことになるのかな。こうなりゃ下劣な策を使う連邦国軍の連中、一人でも多く道連れにしてやるよ。じゃあシャミヤさんの会話期待してます。シャミヤさん、シャミヤさんいる？ないかな会話。オッケー、とりあえず取りで取って。
あれ、あ、トリノさんあっちか。あそこまで逃げてる。あ、シャミヤさん、あ、オッケーオッケーオッケー、来た来た来た。あんたが加担してたとはな。さすがの私も言葉がないね。傭兵としちゃ特に怒る話でもないね。せめてお前の怒りを受け止めてやろう。うん、倒します。私は簡単に打ち取れないさ。お、すごいすごい画面が。報いたくらいじゃ私は満足しないよ。すまんカトリーヌさん、その汚い手でレア様に触れることは絶対に許さない。あ、しんどー。カトリーヌさん、うわー、おい、ちょ話を聞こうじゃない。あなたどういうこと、何を考えてんの。陛下、教団兵は完全に沈黙、生存者は残っていない模様です。味方の被害は。連邦国軍の被害はわずかですが、帝国軍はほぼ壊滅状態のようです。うわ、ランドルフ将軍も死んだもんな。ああ、惜しい将を亡くした。皆には戦後処理に当たるよう伝えてくれ。はっ。戦場から逃げ出せた者は誰もいなかった。戦略的には最高の結果を得た。そのはずだ。あれながら悪辣で後味の悪い戦い方を選んじまった。いや、助けられたって。あれだが、俺の道は前にしかないんだ。踏み出したこの一歩をなかったことにはできない。できるはずもない。すでに俺はこの手で。後味悪すぎだ、悪すぎやろ。何のための迷惑ね、迷惑やね、帝国とな。いや、誰じゃん、強さだったら絶対助けられたもん、あの人。あ、まあまあ、でもこの二人が来てくれたら嬉しいな。はい。もう分からん。なんで帝国軍を犠牲にしたのか、うん、今日の戦いは何？初めから帝国軍を見殺しにする気だったの？仕方がなかったさ。味方の被害を最小限にして確実に勝つためにはな。この辺じゃサムネにしようかな。いいえ、他にもやりようがあったはずよ、うん、あなたは仲間の力を過小評価してない。いや、レベル80主人公なめんじゃないよ。俺たちの戦力は少ないんだ。万に一つも大事な賞を失うわけにはいかない。でもそのせいでランドルフは死んだわ。盟約を結んだ以上あの人も仲間よね。エネルガート怒らないかな。助けられたかもしれない人を犠牲にして勝ったって、それに何の価値があるの。傭兵を使い捨てる貴族と何が違うのよ。だったら私が犠牲になってあげるわ。 お前だって誰にも代えがたい大事な賞だ。頼む、分かってくれよ陛下。その子だけじゃない、みんな同じように感じてるはずさ。あ、さすがジュリートさんだな。あんたはレスター連邦国の王なんだ、みんながついてきてくれる戦をしなきゃいけないよ。そうは言うが、仮に正々堂々戦って負けたら何の意味もないだろう。なんで負けると思うんだい。私らの力を見くびってもらっちゃ困るね。だよな。そうだ、もっと私たちを信じて。でなきゃ私たちもあなたを信じられない。あんたは一人で戦ってるんじゃない、みんなで戦ってるんだ。そこのところをよーく考えな。分かった、考えてみるよ。でもさ、なんかこんなことのためにランドルフさんなんとか帝国軍犠牲になったらすごい嫌なんだけど。それでお前らの望むような答えを俺が出せるかは分からないぞ。俺は俺の信じる道を進む、うん、そのために王になったんだ。犠牲になったランドルフの亡骸は手帳に帝国へ送り届けよう。だってさ、名手だった頃とさ王になったかってさ、戦いにおいて何かが変わるかって言ったらそうでもないでしょねえ。意味がわからん、ほんと。残念だよ、クロードね、ちょっと好きになれるかなって思ったんだけど。恩衆の連鎖、
正直自分はなんか好感度がガクッと下がったっていうか。レスター諸侯同盟の終焉、そしてレスター連邦国の成立は。でも博士と本編やったら変わるかな。本編の方でまだね普通に好青年ですから、彼は。しかしさらなる衝撃がフォドラに走る。連邦国と帝国の契約がなったのである。エディオガード切れても無理ないぞこれ。連邦国の初代王座についたクロードは王国への出兵を決断。しかしその性急な行動が国の内外に問題を生むことになる。そしてその一つが彼の元へと忍び寄っていた。クロード挽回イベントくれ、頼む頼む。私の中で、あー、フレッチュ兄さん、なんでこんな姿に。この子の悲しい顔を求めなきゃいけないのか。私はフレッチュ様、お気を確かに。何があったの兄さんは。どうしてランドルフ様は雷帝のカトリーヌを相手に立派に戦っておられました。その隙をついて連邦国軍は教団兵を奇襲。戦い自体は干渉したのですが。え、あなたもその場に。連邦国の話じゃ帝国軍は全滅したって。窮地に気づいたランドルフ様がどうにか私だけを逃してくださったのです。フレージェ様、あなたに自分の死に様を伝えてほしいと。そんな、兄さん。レスターの王は我らをおとりとして利用し、見殺しにすることで勝利を得ました。志半ばで倒れたランドルス様のご無念を思うと、私も、まあ、帝国側にはそう伝わっても無理ないもんね。許せない、許せない、許せない、許せない。ああ、フリーチ、お願い、できる限り兵を集めて、腕の立つ傭兵団でも何でも、報酬は蓄えを全部放出しても本家から借金してでもかき集めるわ。フレーチェ様、何を。なんだ、ロドリゴ殿をやった時のようにやるのか。フレーチェ、レスター連邦国の王、私は絶対に許さない、絶対に。承知しました、すぐに手配を。たわいない。ん、なんだこいつ。はおい、お前、あれから調子はどうだ。やっぱりその見た目にはどう。それは自分ならいいか。それならいいが、また同盟軍。いや、今はやけに報酬が高い。わ、はいはい、かった。今度どこについてんの。そうだ、王国か。こいつは俺がセイロス騎士。そういえば、まあ一昔だけど、いいの。誇りをか。ありがとう、ジェラルト。ああ、久々の円卓会議だな。もう開催しないのかと思っていたが。大丈夫みんな。情報の共有には都合がいいだろう。個別に話を聞くのも面倒だしな。あの、僕らも同席してしまっていいのでしょうか。貴族でもない私たちまでここにいる必要があるの。ああ、頼む。気づいたことがあれば遠慮なく発言してくれ。ああ、じゃあ遠慮なく発言するけどよ。俺は腹が減ってることに気づいたぞ。おにぎりでも食べてくれば。それはちょっと我慢してくれ。さてと、まずは国内の情勢を知りたい。領民の様子に変わりはないか。今のところはな。え、ローレンツもっと切れていいと思うんだけど。大司教や中央教会と敵対したとはいえ、町や村の教会は落ち着いたものだ。自分の通う教会の様子に変わりがなければ、民も特に不安に思うことはないのだろう。コーデリア寮も同じです。父は領民に現状を正直に伝えたようですが、今のところ特に混乱はありません。拍子抜けするほどに。ゴネリル寮周辺も同様だな。むしろ以前より安定しているくらいだ。おかげで私も皆と共に戦える。エドマンド寮も。レスターじゃレア様を敵に回すことへの拒否感もないのかね。ほとんどの平民はレアさんの顔も知らねえし。あ、そうなんだ。好きも綺麗もねえと思うぞ。とにかく最悪の事態は回避できたようだね。東方教会への根回しが効いたんだろうさ。東方教会？セイロス教の権威の一つだよ。教団の中でレスター地方を管轄している。西方教会に比べて存在感は薄かったが、司教はなかなかの好人物だね。信徒の平穏を保つために冷静に対応するよう各地の司祭を指導してくれたのさ。
とりあえず今の情勢なら王国や教団と戦い続けても問題なさそうだな。やっぱり王国と戦うんだ。それがレスターの独立を保ちつつ最短で戦争を終わらせるための最善策だからな。ただし王国に押し入って略奪を働こうとかそんなつもりは毛頭ないぞ。犠牲は最小限に。王国の息の根を止め中央教会をフォドラから排除する。そのためにみんなの知恵も借りたい。どう動くのが俺たちにとって一番か、うん、おや、ようやく仲間を頼る気になったかい。もうちょっと腹の内はさせてほしいね。ちゃかさないでくれよジディット。俺は前々からみんなを頼りにしてるんだ。ただ今まで以上に仲間の力を当てにすべきなのかと思ってな、うん、俺のやり方に意見があれば言ってほしい。協力してくれ、頼む。もちろんいいぞ。なあ行くな、アツ。え、あ、はい。戦争を終わらせるためみんなで力を合わせましょう。そうね、どうしてもって言うならね。うん、腕っぷしだけなら腕も頭脳も任せて。いや、腕っぷしかな。腕っぷしの協力ならいくらでも。でも知恵の方は。だから知恵なら僕が出すと言っているだろう。ああ頼もしい。いや、知恵の方も少しは期待していいかも。お、頼もしいな。じゃあ早速次の一手についてだが、さあようやく僕の知恵を生かす時が来たというわけだ。お、なになに、ちゃんと伝えてくれよ。ドラえもんみたいな感じやられば。私はそこまで期待されてないでしょう。ほどほどでいいわよ。はい、ということでじゃあまた今度は王国の方に向かって進軍していくわけですね。あ、なに、シグマップないの。すぐにメイン。フレーチェがねどう動いてくるのかっていうのが気になるところではありますが、グンビテヤン。私の策はこの方針でどうだ。こういうこと。私の策はフォルストさん。任せてくれ。ぼちぼち。じゃあシングマップなんか出てるかな、外伝が。お、100の災いはキカラショーズ。誰だ。あー、ヒルダちゃんとマリアンヌちゃんじゃん。わあ、これはちょっと見たいですの。じゃあ前哨基地はパート見て、で次回あれだ、外伝とメインストーリーやっちゃいましょう。話があるんだ。一致団結というのはとても難しいことだと思わないかい。全ての答えが異なる存在である以上、抱く望みや目的は全く別物。それをまとめるために上に王を置く。それが昔からの人の知恵だった。いつになったら僕たちはそのやり方から脱却できるんだろうね。みんなどう思ってんの今回のこと。雇い主のエルヴィンさんと来たら俺らに息子の世話を命じておいて、自分はミルディの橋の上から釣り糸を垂らすのみ。ローレンツの父ちゃんか。たくお気楽なもんだよな。星悪くねえか、文句はねえけどよ。え、今回のバトルに関してなんか誰も思うとこはないの。何をでございますか。東方教会の騎士団を持たないのは伝統的に武を持って諭すことを是としないからです。教会領の治安維持はネルソン子爵家に委ね、自衛の兵士はことを禁じています。この一点だけでも地方教会とは思想を意味することをお分かりいただけますかね。ふーん、やっぱり嫌だな。分かってたことであるけど、本当に王国と戦うんだと思うとな。ほら、ルーベンクラスの教室の風景とか思い出しちゃうとさ。確かに ね、下顔が戦場にいたらやりづらさはあるわよね。帝国軍との戦いで経験済みだから余計に想像すると怖くなるんだよね。 あいつの調子はどうだ。名手、いや国王だったな。あいつの調子はどうだ。敵も友軍も殲滅することを選んだ。それでふぬけられたら困るからな。そうやな、お互い知らないためにもあいつに間違ってもらうわけにいかない。三家は回ってきたが、レスターの西部三家の領地を回ってきたが、相変わらず治安はあまり良くないな。ただ領主たちも治安回復のための対応に動き始めてはいるらしい。なぜ領主たちが態度を変えたのか、そのあたり事情私には分からんがな。あ、モンバンさん、お疲れ様です。明るく頑張ります。本日は異常なしであります。気のせいか皆さん表情が明るい気がしますね。とても良いことだと思います。やれやれ、どっちにしたって血が流れ、多くの人が死ぬのは変わらないです。そのやり方の是非を論ずる気持ちは僕には分からないよ。家庭を大事にして結果がおろそかになるなんて人間の陥りやすい失敗の一つじゃないかな。どうだろうな。
まあでも結果、まあまあまあ正しいし、うんって思ったりもするし、まあね、これ分岐なかったのかな、私たちがもしかして、私がもしかして遅すぎたのかな、ランドルフさん倒すの。もっと早くトリデ制圧できてたらよかったのかしら。戦力的には帝国が上だろうが、王国は騎士の国と言われるだけあって盛況だ。しかもセールス騎士団も上となると王国と戦う方が厄介な気がするな。ようやく一歩だ。クロードの独善的な態度も少し改まったようだな。だがまだ全面的に信頼するには至らない。ようやく王の道を一歩踏み出しただけだ。これからの戦いでさらに成長し、この僕に認められる王になってもらうのが僕もある。でなければ彼が描くレスターの未来を僕が受け入れるのは難しいだろうからな。ここだけの話なんだ、うん、私が使えるアダルブレイフト男爵学科には思想中の兄君がいるのですが、王様はその兄君に高額の賞金をかけて行方を探しているの。あ、バルタザールの話だ。その兄君は王旦那様の前妻の子なので、オーク様にとっては邪魔な存在なのでしょう。へえ。そっか、アダルブレヒト家だったもんね、バルタザール。おめえに用が。お願いするぞ。お前、お手よりは勉強できるよな。時間があるときにちっと教えてくれよ。時間学校は中途半端に終わっちまったし、少しは勉強し直そうかと思ってよ。えらい。ありがとな。お出が頭で役に立てようと思ってね、今日せめて足は引っ張らねえようにしねえとな。こうあの平民組の平和なことよ。この同盟の子たちの。そよくも私たちだけ生きながらえてしまったというわけですよ ね。確かにハピたちは帝国軍でもなければセイロソキ師団でもないけどさ、連邦国軍に協力しなきゃ結局殺したわけじゃやだな、まったく。そうかしら。そんなことはしないでしょ。もちろん協力してくれるとありがたいけどね。断る選択肢など初めからございませんわ。身を尽くして奉仕させていただきます。どうせ雲が出たら全言撤回するんだし。で人格変わってね。まるで陛下の、やれやれ、陛下の表情が少し明るくなったようで、私も安心してはもう大丈夫だろうさ。あなたの世話の焼きっぷりはまで陛下の姉君のようだな。気を使ったね、ホルスト。姉というより奥さん、お母さん。姉というより母親のジュリットの言葉に母の愛を感じるわ。私はいつも母親の顔に説教してやってるつもりだからね。陛下の母君、もしやティアナ殿か。彼女は実に美しい人だった。そういえば私の記憶が確かな、ティアナ殿はあなたと仲が良かったな。仲が良かったどころか姉妹みたいなもんさ。ティアナとは何でも腹を割って話せた。へえ。クロード坊やがティアナの手紙を持って現れた時はそりゃもう驚いてね。なるほど、名士の襲名以来あなたが陛下のお仕立てになっていた理由はそういうことか。へえ、そういうこと。なんかめっちゃ大事な話を聞いたような気がするんだけど。お元気ですか。私に言えるのはそのアリアでは戦いが間違っていたと、そう言い切ることは私にはできません。仲間に犠牲を出さないための犠牲、それを否定すれば仲間を失ってしまう。戦争が続く限り犠牲は必ず出ます。敵にも味方にも。どうでしょうか。だんだんせめて身近な仲間を守りたい、そう思うのは当然ではないでしょうか。だけど本当は命の重みに順番なんてありません。犠牲にしていいのってのでせやな。だから唯一言えることは早くこの戦争終わりにたい。そうだよね。いやなんかレベルによってなんか助けられるルート欲しかったわって。知らないうちに、なんだか自分の知らないうちにどんどんいろんな話が進んでいって、次々と違う相手と戦うことになっちゃう、ついていけないって。いやでもな、主人公の 腕を持ってすれば助けられたからな、なんか悔いが残るな。ジェラート傭兵団はアイカード帝国軍に雇われているはずだよ な。私たちの敵が王国と強大になった、もう戦場で会う機会もないのかな。そうね。いやでもなんかね、またあの同盟軍を相手にするって言ってたけど。円卓会議に平民の僕まで参加させてもらえるなんて驚きましたよ。同盟から連邦国になって国の仕組みもだいぶ変わったんだなと実感しました。だよね。はい。僕もただ命令を受けるだけなく自分の意見を言えるようになりたい。平和だな。強大な獣を最も狩りやすい瞬間、それ獣、他の獲物を狙う時です。獣、獲物をまとめて狩る。クロードのやり方、見事狩猟でした。ホドラ、このやり方褒められない、違いますか。ブリギと称えますが。まあでもなんか意見分かれそうではあるよね。私はなんかもうちょっと、あの、主人公酔いの考えなんだけど、今回の戦いについては。まあでももうマリアーヌちゃんの言う通りでもあるんだよな。アタペトラちゃんの、まあ難しいところですよね。私、地方教会との敵対についてはかなり不安を抱いていたんです。信仰の程度に差があるとはいえ、領民はみんなセイロス教の信徒ですか。
ですが何事もなくて安心しました。東方教会の司教様のおかげですよね。例えばジュリットさんがあらかじめ司教様と対応を協議してくれてたそうです。お二人はもともと懇意だったそうなのでそれがうまくいった理由かもしれませんね。へえ。バルニーめんどくせえ。この分に言うとちょいちょい会いたくねえやつの顔見かけるんだよな。俺が居場所を知られると面倒なのか。いやもう知られてるかもしれねえな。どう、誰かを怪我でもさせたの？その喧嘩私が中に入ってるそりゃねえな。ああなるほどね。そう、あの義理の母さんからね、なんか命狙われてるんですよね、バルタザル・アダルブレヒト家。ランドルフ将軍はそういえば帝国の軍務卿であるベルグリーズ伯の甥だったらしいの。手柄を挙げて分家を盛り上げようと張り切っていたというが、確か妹も帝国軍にいたはずは、突然の兄の戦死に悲嘆していることだろう。いやもう復讐の炎に駆られてますよ彼女は。これまでは帝国にいたんだけど、つい先日連邦国が誕生したでしょ。何やら面白いことが見られないかと興味を惹かれちゃってね。期待してるわ。ホドラの歴史の流れの中心は今新王クロードのいるまさにここだと思うわよ。連邦国兵ささやかな事件、少しいいかな。同盟領が連邦国になってもホドラの長い歴史の中じゃささやかな事件でしょ。レスターは元は帝国領だったのが王国領に加わりさに独立して同盟領になったの。今後王国領を切り取って連邦国の領地が大きくなったって別に不思議はないわ。まあそうなんだよね。あ、クロード、ありがとうな。なんでしょう、うん、って何のこと？お前のおかげで少し心が軽くなった。その礼だよ。ランドルフを死なせちまった後、お前とジュリットが俺を叱ってくれたろ。それで俺も凝り固まってた考えを捨ててみんなに相談することができた。これからも頼りにさせてもらうよ、デプシマチームの。あ、いえいえいえ、いいんですよって。よし、じゃあ、まあ今回はね、ここまでにしておこうと思います。次回は、ガイデンストーリーとメインストーリーに、ね、どっちもやっていきます。お疲れ様でした。